待てドラゴン。ああ、驚かしてごめんよ。あいつはドラゴン。闇のオーラを放つドラゴン。まさか、あんな力が残っていたなんて。私はリング。あいつの放つ闇のオーラは、いろんなものを狂わせるんだ。このまま放っておくと、世界が闇のオーラに包まれ、大変なことに。ただ、もう私だけの力では。ん？君はここの人間じゃなさそうだね。でも、うんうん、なかなか。出会いとトレーニングは場所を選ばず。私にちょっと右手をかざしてみてくれないかな。右手の親指の腹を図の位置に軽く押し当てましょう。測定しています。そのまま動かさないでください。これで私たちは一心同体。さあドラゴンを追いかけよう。え？まあもちろん一緒に行ってくれるよね。君が運動すればするほど私たちはシンクロし、髪の炎が燃え上がるんだ。これからよろしく。この先に扉があるから、まずはそこまで行ってみよう。私を押し込んでみてよ。そう、空気砲が撃てるんだ。覚えておいてね。空気砲は左右に向けて撃つこともできるよ。狙いにくい時は照準がずれてるかも。私を下に向けると元に戻せるよ。お、扉が見えてきたね。あ、いいね。やん。お、段差があるね。私を下に向けて押し込んでみて。階段は膝を深く曲げると登りやすいよ。バッチリ。
私を左右に強く引っ張って全部吸い込んじゃおう。そう、その感じ。さあ進もう。ビクトリーポーズでこれまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。腰を下げてスクワットパワーをためて全身を伸ばしてビクトリを下に向けて押し込み続けてみて。バッチリ、その感じ。グッド、その調子。ナイね、ドラゴが生み出した魔物にはフィットバトルでしか攻撃できないんだ。でも安心していいよ、フィットバトルなら私に任せて。フィットバトルはいわば運動エネルギーのぶつけ合い。まずは肩慣らしにあいつをやっつけよう。
倒そう。ゆっくり戻そう。膝とつま先は正面に向け平行に。いい汗かいたね。汗かいたね。腰を下げて伸ばして、ビクトリー。さあ、このやつ、いつの間にこんな長い階段を。ゲット
で行っちゃおう。彼のことはお前には関係ないだろ。いいから私の話を聞くんだ。軽く曲げてガードを続け。
ゆっくり倒そう。ゆっくり戻そう。膝がつま先より前に出ないように。たくさん動いたね。ナイス。地面からエネルギーを全身に取り込んで、天に向かってほっ。